こんにちは、新谷正樹です。本日は奈良市の近鉄橿原線九条駅から、徒歩1分、1、2分ほどのですね、駅地下の単身アパートのご紹介をさせていただきます。まず、洋室の方からですね、こちらの方が約6畳ほどの広さのお部屋となっております。お一人様でしたら十分な広さかと思います。こちらエアコンですね、備え付けとかあっておりまして、1階の方はですね、ちょっとした専用庭がございます。こちらの方で洗濯物をしていただけます。そして収納の方ですね、こちらの方がクローゼットタイプということで、奥行きも非常にございます。ハンガーパイプも付いておりますので、ご用具も十分に収納していただけるかと思います。キッチンの方はこういった形で仕切れるようになっておりますね。はい、キッチンスペースの方も広々としております。キッチンの横ですね、冷蔵庫とちょっとした棚ですね、電子レンジを置いていただいたりとかできるようなスペースがございますので、こちらもありがたいところですね。シンクを非常に広々としております。またお好みのコンロとしてですね、こちら2口のガスコンロを置いていただきますので、お料理付きの方にもね、喜んでいただけるところかと思います。上の方とですね、下の方にも収納スペースがございます。そしてこちらの方はお風呂、トイレ、別のセパレートタイプということで、こちらの方がお手洗いになっております。その横ですね、こちらの方が浴室となっておりまして、洗面台もございますので、こちらで歯を磨いていただいたりとかしていただけるかと思います。また給湯器のリモコンですね、こちらの方、温度設定がすぐにできますので、こちらも便利な機能です。そしてこの辺りが玄関スペースですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですけども、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。